か本当に後藤さんには私9回目の選挙ですけれども、9回とも全部いつも来ていただいておりまして、ある時は確か4月の選挙の時には静岡祭りの時にも宣言さんの前で演説をやっておりました。だから10回目なんですね。10回来ていただいておりまして、まあよく孝太郎さんは走れ孝太郎と先巡りで30年とか言ってますけれども今日本当ありがとうございます。ありがとうございます。いやまた頑張ってるね。でもね、もう60いくつ、5、68負けてるな。これ力いっぱい応援していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうも、ちょっと風邪ひいてましてね、熱はなさそうなんですけれども、この3月1日ぐらいから喉が痛くて微熱という状況で、今日もちょっと不安な感じだったんですけども、松屋九州のためにっていうことをでね、とにかく4年に一遍ですからね、オリンピックと同じように巡ってくるという感じでね、その松屋九州をとにかく当選してもらいたいということで、今日もこの場にやってまいりました。走れ孝太郎と岬巡り、たった2曲で45年、山本孝太郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今松屋さんが静岡のいろんな問題に関してねお話をになってらっしゃいましたけれどもね、松屋さんがここにパンフレットで書いてる中でね、政治は相変わらず過去の拡大戦略にしがみついています。 GDP3 位の経済大国日本は2016年の国連の世界幸福度報告書によれば世界で53位に公開がある。いつも疑問に思っていることは、日本は片っぽで豊かだ豊かだと言いながら、片っぽでは貧しい貧しいと、例えば子どもの貧困率とか、それと先進国の下から数えて2番目だとかね、もういろいろな部分で日本は満ち足りてない部分が最近富に例示されて、いわゆる二極化と言われるようなことになっております。最近腹が立つのはやはりアッキリド事件と言われるね、まあアッキリレだと言いますかね、森友学園と言いますか、亡霊に出会ったような感じでね、戦後70年これが息を吹き返してきたのかという感じが私はするんでありますね。もうこの市の議員としてですね、打倒という会の中で国政の問題を持ち出すのも変かもしれませんが、この小学校幼稚園というのは優れて各自治体のね、例えば今回でも豊中市という自治体のいろいろな采配が皆さんの関心を持たれたり、あるいは大阪府が決定的に決定権を持っているという点では非常に自治体レベルのお話になってくるんですね。それでこの僕はこの昨日事件でちょっとびっくりというか背筋が寒くなるというかですね、その教育情報とかそういう方は本当そうなんですけれども、教育基本法に逸脱してるんじゃないかというね、ある意味で政治的な洗脳教育がああいう形で行われたというのもまたそうなんですけれども、それを支援してしまっている、それも内閣総理大臣夫人という名前で支援をし、片方では内閣総理大臣の名前を使った寄付金行為に関して、いとも平然とですね、そういうことは嫌だ嫌だと言ったんだけどやってしまったのかみたいな無責任な態度を取っている国のトップということに対して非常に僕はびっくりをしたんですね。それともう一つ、その本音が見えすぎてきたなということもすごく感じるんですね。それはどういうことかなって言いますと、その非常にですね、今の2014年のものの在り方とそれから1940年とかその頃のものの見方とすごくこう
大丈夫なのって言いたくなるような、その昔の教育が良かった良かった、昔の考え方が良かった良かった、宣伝のそれがすっかりこうなんとなくごまかしながらやってたのが、この秋戸事件を通してすっかりこのなんかスクリーンが取り払われてきちゃったような感じがしたんですね。2017年、2016年で日本人で有名になった人、意外な人がいますね。ピコ太郎やっちゃっちゃってね、ピコ太郎有名になっちゃったじゃないですか。あれが今の時代なんですよね。この工業化社会とか産業化社会といって、今の子どもたちが何か違和感あるなって言ってて、学校なんかでストレス感じてることっていうのは、ワンピースだなんだかんだ、君には君の力があるよ、世界に一つの花だね、君の個性はっていうのがわーっとなってる中で、学校やなんかでは、はい、みんな隣のと同じにしましょうで、こういう教育になっちゃってるんですよ。今の義務教育も、私大学で教員やってますから、その違和感をやっぱり感じるわけですね。それをもっと固く固くレンガを作るような、歯車を作るような教育に押し戻そうとしてるのが今の日本のトップの考え方だとしたら、あまりにも今の時代と離れてる。片っ端でピコ太郎ですよ、たった一人ですよ、日本で全然有名ではなかったんですよ。その人が YouTube で映像出したんですよ。日本でヒットしてませんよ。それをたまたまビッグなビッグなビッグなアイドル歌手であるシンガーソングライターであるジャスティン・ビーバーという人が面白いねって言ったんですよ。ジャスティン・ビーバーのツイッターのフォロワーは8000万人ですよ。8000万人、面白いねって言ったらあっという間に8000万ですよ。その8000万人がジャスティンが面白いって言ったから見てみようって言って、面白いと思うか面白く思わないか、その個人では分かんないけど、ジャスティンがこんなの面白いって言ってるよと言って、8000万からさらに広がるわけですよ。あっという間に1億超えるんです。それゆえに世界的にブレイクして、そうして日本にそれが逆流するような形で紅白歌合戦に出る前、今ソフトバンクのコマーシャルになんとそのジャスティン・ビーバーと一緒に出てるじゃないですか。これが情報化社会です。たった一人の力です。この一人の力を大事に育てていくことが本当に大切なんですよ。人を生かしていくことはどういうことかというと、その人の個性を生かしていくことだ。それと全く反対側の教育をしようとするのが透けて見えるので、僕はものすごく恐ろしいんです。日本今何が遅れてますか。東芝なんで失敗しましたか。未だに原発にこだわって、日本じゃ福島がうまくいかなかったから大変だから、いろいろ反対運動も多いから、アメリカの会社に出資したところがそれが大赤字を出した。それでも東芝潰れそうなんですよ。なぜかと、原子力発電所自体がもう過去の技術だからです。松野圭司があれほど一生懸命反対運動やってる、私もずっと彼と一緒にやってたからこそ、今こうやってこの場に彼を応援したくて出てるんです。これは子供たちの視点から見たら、福島に日本のこの大きな長い歴史の中で、日本の国というのはどういう形があるかいろいろ分かりませんけれども、少なくとも縄文時代から遡ってもこの島国の中でですね、人が住めない場所を作ったのは我々世代が最初なんです。誠に非国民です。あれをまだ継続しようというのは誠に非国民です。つまり国土が失われて言われる行為を自らやって、その原因をさらに推し進めて、幅岡でさえもう一回動かさないかってやってる。その考え方が東芝でふんぞり返って、もう一回原発で稼げるぞって言うんで、他のこのアメリカの会社に通して大手も動いてる。この考え方ですよ。命ということを中心に置いていけば、もうこれは原発ダメだって見えることじゃないですか。そこに住めないんですよ。フィンランドの映画で言えば10万年後の未来、もう原発ぐちゃぐちゃってなっちゃったら、10万年先そこに人が住めるかどうか分かんない、保証できない。10万年前ネアンデルタール人、ネアンデルタール人がアルタミラの洞窟に絵を描いた。
そしたらそこに放射能が、そこでネアンデルタル人が捨てたものが非常に危険なので、ここには絶対入らないように、それを代々送り送り送って、そうして10万年後も相変わらずガードマンが立ってる。こんなひどい話ありますか。今から10万年後の人たちに、私たちはあの福島の一角を人が住めない土地としてずっとガードマンつけてくださいねって言うんですよ。こんなとんでもないことありますか。人の命というところをセンターに見ていけば、原発はまずどうだったんだ。で、今回事故を起こしてもまだ進めようというところに、命を軽んじ、国を軽んでる姿が透けて見えませんか。僕はこのところ本当によくわからない。そしてこのレンガや歯車を作るような教育が、もちろん義務教育して行われた、それはそれで工業化社会、産業社会、工場で働く人、それまで農家にいた方がね、工場で働くとなると8時から工場始まるよって言うと遅刻しないように行く、お昼休みになるとみんな一緒にご飯を食べる、はい5時になったら終わりです、みんな帰る。これを学校の段階から訓練をして、定時に学校に行く、定時に昼ご飯をみんなで食べる、そしてみんなが終わったらざっと帰る。これを子供の頃から訓練をして、そして工場労働、企業の労働、会社へなんか勤めることに順応するようにしていくのが産業化社会の教育のシステムなんですよ。でもそれをもう今この時代ではもうずれてきちゃったんですね。ピコ太郎ですから。例えばルイ・ヴィトンのバッグがあります。こっちにレジ袋5000枚入れます。これ5000円、ルイ・ヴィトンのバッグ例えば10万円としましょう。もっと高いかもしれないけれど、さあ皆さんどっちが欲しいですか。そうすると一般的に多くの方がルイ・ヴィトンというでしょう。松屋清さんの支持者の方は普通の方とまた感性が違って豊かな、もらえる10袋しようかなっていうかもしれませんけど、もう他の方、これは何だったの、これ10万超えるよ、ルビドンだよ、こういう。ところがこれが今、いまだに2017年の今でも貨幣が使われていない南米のブラジルの奥地、アマゾンのインディオの皆さん、まだ貨幣がないんです、貨幣がない。そこ行って、このルビドンのバッグと、レジ袋5000枚ってどっち取ると思います。もしかするとレジ袋5000枚のせいで高くて5000円の方を取るかもしれませんね。お水入れて持って歩けるわとかね、ちょっと虫の死んだのとか集めるのにこうやってゴミ捨てられるわとか、なんかみんな考えてこっちの、何よりもそこの集落に住んでる人たちみんなに分けられるというようなことで、このレジ袋1000枚取るかもしれません。何でしょう、使い勝手から言えばずっと軽い、お水入れても大丈夫だ。結局このルイ・ヴィトンが高くていいもんだというのを僕らは刷り込まれるんですね、情報によって。つまりその情報が入ってない社会ではレジ袋もルイ・ヴィトンも対等に対比されるんです。情報化社会というのはそういうものなんですね。知ってることが前提として入ってあるわけですね。情報をたくさん流しといて、ルイ・ヴィトン高い、グッチ高い、エルメス高いってやっといて、はい、エルメスありますよって、わーっと。情報化社会ってそういう社会なんです。だから、一人一人の発案や、それから付加価値、何がどう違って、何がどう便利になったということが大事になってくる。冷蔵庫は僕ら子供の頃は氷が入ってる冷蔵庫でした。電気冷蔵庫が誰々の家に来たよって言うとびっくりして見に行きました。本当に冷えるで本当に氷ができるね。でも今冷蔵庫はどういう機能があるか、それもほとんどみんな同じような機能がついていて、省エネのパーセンテージがどこが違うか、そういうことで共通しています。情報化社会です。そうなってくると一人一人の人間のニーズ感、つまり今一般に冷蔵庫を使っている家庭の人は何を求めているんだろうかという感性がとっても大事になってくるんですね。それは一人一人の感性で、みんなそうだろう、みんなこうだとトップダウンするものではありません。
お気づきになりましたでしょうか。今までの学校教育の形で今現在も行われている中では、どうしても定時に学校行ってっていう今までの産業社会の教育でした。そしてこれから新しく変わっていくとしたら、一人一人の個性をより伸ばし、一人一人の専門的な知識をより深めていく教育が必要になってきます。ここで日本の国は残念ながら大きく立ち遅れるんですね。子供を育てていくというのはどういうことなのか、国を支えていくというのはどういうことなのか、この国の将来どうなのか、少子化、まさにそうです。ですので、先進国はみんな少子化対策、みんなといったら語弊ありますが、フランスやスウェーデンを代表として少子化対策を取っています。しっかり日本よりもずっと、ついに安倍首相は保育園、17年度末までに待機児童ゼロを目指すと言っていたのが、今年早々にそれはダメ、できません、断念しますと宣言してしまいましたね。つまり女性が活躍する社会と言いながら、この子育ての部分に起きて日本の国はもうその部分を諦めてしまった発言をしているんです。スウェーデンといえばもう保育園はもう十分に満ちたいから各国先進国に伝えている。なぜ松屋清が GDP は3位、そして幸福度は53位とやる各界を発表しているものを取り上げるかというと、ここのところも本当に彼とずっと同じ道を歩いているなと思うんですが、まさに僕たちの生活、それから命、生命というものをどうやって育て、花開かせ、活躍でというのではなくて、そのあなた自身のその一人一人の生きがい感を持って、その生活できるような場を大人たちが作っていくか、そのことに関して日本は53位ということなんですね。その保育園の問題を見ても、社会福祉の高齢者の問題を見ても、イギリスといっては社会福祉であまり出てこない国ですが、65以上になれば医療費は全部ただ、国民じゃなくて永住権を持っている人でもただです。ところが日本は65以上の人、高老齢の人からもさらに1割増し、2割増ししようかといって金をふんだくろうとしています。そこでやっぱり違ってきたんですね。命を見るか、そして物を見るかという松屋清さんのこの中にも書いてあります。相変わらず昔の考え方でいきます。 GDP600 兆円と。でも今ヨーロッパどういうふうにしてると思います？ GDP に国の豊かさを委ねるのもうやめようと、もう 4,5 年前から言ってます。これはエコノミストのような経済誌じゃなくて、もっとこの経済界寄りの雑誌にもこのことが触れられてきています。 GDP を見るのをやめようと。そして国連の幸福度も GDP を見るのはごく一部のセクションというふうになっています。僕らの幸福感というのはそういうところじゃない。ところが600兆円で1億総活躍という、ところが一人一人の可処分所得、給料はどんどんと物価と比べると目減りしていく。おかしいじゃないですか。どこに人々の暮らしが豊かになる視点があるんですか。そして子供たちを教育するのは、かつての教育のまるで揺り戻しのような、亡霊を見たかのような教育に称賛の言葉を浴びせる。ここにおいてやっぱり僕たちはもう一回地域からいかにして暮らしやすい社会を形作っていくかという、本当に地域地域の数少ない予算の中で、大変その制限のある予算の中でね、どうやってこの国が外れてしまったところをこの地域でフォローしていくかということを真剣に考えなければならないなと思っております。フィンランドはノキアという携帯電話が爆発的なヒットをして、いわゆる
この IT 産業の中では非常に発展を遂げて、5人に1人が失業者と言われていた経済不況を克服するんですね。このフィンランドは何をやったかというと、この教育の大きな 大変革を行いました。一方で韓国はサムスンという企業がスマートフォンでビッグヒットを飛ばしまして、そして経済を大きく進展させるんですね。このフィンランドは大学の進学率が世界で8番目です。韓国は大学の進学率世界で2番目です。 95% です。韓国、オーストラリアも負けてて 90% です。日本は大学の進学率が世界で42番目になってます。 63% です。半数以上が大学行ってる国はすごい。皆さん持ってませんか。人を育てるというのは国を豊かにしていくというのはどういうことなのか。人なんですよ。人を育てる、国を豊かにしていくのは人を育てることです。そのことを見失ってるんです。そして今の時代の人を育てるは、この情報化社会の中で生き抜いていく専門性があり、個性豊かなピコ太郎のような個性があり、そして一方では青色レッドを発明した彼のように専門的な知識を持つ、そういう人たちを育てていくことです。国として、そのためには一人一人の子供、たとえ少子化といえども一人一人の子供をいかにしてその可能性を信じて育てていくかということしかない。そのためにあまりにも手抜きです。国として、そして今までの各自治体もそうだったかもしれない。でも松屋清志が言うように、ここにこの視点です。町の教師が揺るがなかった。ずっと生命を見つめ、原子力発電所がおかしいと、いろんなことで、今リニアの反対なんかやってますけども、浜岡の原発の反対もずっとやってました。命というものはどうやって育っていき、育んでいき、そして最後、朽ち果てていくまで、この大きな日本社会というもので見ていこうという、それは決して GDP に換算されるものではない。そういうふうにヨーロッパの国がすでにもう気づき、国連の幸福度というランキングでもそうなっている。ただ日本一つだけが目の前に働けのようなものをぶら下げて、よくわからない600兆円、もうそれに騙されるのやめて、僕たちが戻ってくるところは地域です。ある社会学者が非常にいい言葉を言っていた。地方とよく皆さんおっしゃいますが、地方というのは東京を中心としたその中央集権的な発想の中で、中心から地方までの距離を表す言葉です。いわゆる中心からの距離感を表す言葉です。でも地域というのは、地域にある伝統、今日は沖縄の方がここでご挨拶をされましたけれども、まさに沖縄だと優れた伝統文化持ってますね。それより僕らは圧倒されるようなエネルギーを沖縄から感じるわけであります。地域の文化伝統というものを尊重しながら、その中で育んでいくもの、芽吹いていくもの、新しいもの、それを大事に育てていくのが地域という言葉にみなぎっているものだと。もう地方という言葉を使うのはやめましょうと、ある社会学者が言ってました。僕ら地方感染を捨て、この地域の中で何が出てできていくのか、何を育てていけばいいのか、そして予算がないとか言われますが、どうやって、その限りのある予算や何かの中で、この地域の幸せというもの、まさに松屋が言っている幸福感は多様です。この多様性を包括しながら、どうやって地域でそれを育んでいくか、まさに多様性の時代、それに逆行する悪気の事件、もう本当に笑いながらまた笑っちゃうんですけどね。そんな風に私はこの松屋といつもメールマガジンを見ながら、一生懸命頑張ってくれてるなと思う次第なんですね。それでは時間も来たようです。なんか大きな声で早口でどんどんお話しして申し訳ありませんでした。これでは松屋清志頑張れということでね、今日は本当に走っている、本当にマラソンを走っている松屋清志頑張れの歌、走れ松屋を歌わせていただきます。今日は一生懸命聴いていただいてありがとうございます。
ました。山本幸太郎さんどうもありがとうございました。続いて、幸太郎さんの、松屋明義のための歌ということですので、これから準備をいたしますので、しばらくお待ちください。